だからお金を持つから幸せなんじゃなくて、お金を使った時に初めてその喜びっていうのを感じることができるんですよね、うん、あなたの世界のヴィーナス、杉口香菜でございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって大好きな彼やお金や世界から愛される方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日はですね、お金についてお話をさせていただきたいなと思います。私はですね、普段レート婚活のスクールをさせていただいているんですけれども、事業のコンセプトとして愛も富も美も、この三位一体がないと女性は幸せになることはできない。女性って絶対これ必要じゃない、この3つだから、まあ、その愛と富の部分に関して私はもう伝えたいことはお伝えさせていただいて、で美に関しては、まあ、専門の講師に入っていただいているんですけれども、その部分でやっぱお金ですね。皆さんお金お好きですか？どうでしょうか？これ投げたらさ、みんなさ好きって言うと思うんですよ。うん、そうだよね。うん、私も好き。でも本当に例えば好きだったら、お金に限らず好きってさ大切なものじゃないですか。大切なものだったらお金にも分別しないと思いません？これってどういうことかって言ったら、今自分がこの持っている所有しているお金って、まあ、自分のものであって実は自分のものではないというのは、これはお金ってさ循環していくものだから、それがぐる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 大きくさこう回っていって、よく言われているような、なんか自分がこう港のよう な川の一部に入ってて、まあ、キャッチしてリリースして、キャッチしてリリースして、こういう状態じゃないですか。まあ、お金を持つから豊かになるんじゃなくて、お金を使って何か経験する、何か購入する、それに伴う対価交換、得たい感情があるから、そのことによってもう幸せ、嬉しい、お金さんありがとうって思うわけですよね。だからお金を持つから幸せなんじゃなくて、お金を使った時に初めてその喜びっていうのを感じることができるんですよね、うん、実際、まあ、ここで循環するわけじゃないですか。お金が好きだったらもちろん大切にするから愛するよね。じゃあお金ってもう自分だけのものとかっていうよりかは、やっぱりみんなのものっていう意識が大切なんですよ。例えばですけど、お金に愛されてる人って、まあ、いろいろと出てくると思うんですけれども、その中でここって結構気づいていない人が多いし、無自覚に気づいてない人が多いかなっていうお話を今日はしていきたいなと思うんですけど、それは何かって言ったら、他人のお金も大切にできる人がお金に愛されると思うんですよ。他人のお金ってどういうことですかって。で、さっき最初にお話した通り、お金って自分だけっていう概念じゃなくて、みんなのものっていう無限世界で自分が生きていたらさ、他人のお金っていうのは、例えば会社のお金だからもう使えるだけ使ってやろうとか、せっかく払ってくれるんだったらもう損したくないから一番高い金額を買おうとか、誰かのお金だったら、自分だったらすごく吟味にして考えるんだけれども、他人のお金だから、まあ一緒みたいな、そういう軽い考えをお持ちの方っていうのは、まあお金が好きとは言いつつ、その好きっていうのはあくまで自分だけの範囲での好きなのかなって思うんですよね。例えば愛情がすごいさ、狭い愛情の人とかだったら、うちだけが可愛かったらいいみたいな、例えばうちの子供だけ良かったらいいみたいな。でも愛情がある人って、自分家も大切だけれども、よそん家とか友達ん家とか、自分が大切につながらある人の、例えば子供とかさ、そこも大切にできると思いません？皆さんがですよ、お子さんがいらっしゃるとして、我が子の友達を、まあ、うちで預かるとしましょうよ。そしたらさ、自分の子供ももちろん愛してるし可愛いんだけど、その預かってる子供も言ったらよそ様の子供だから、普段よりすごく見ると思うんですよ。普段よりめちゃくちゃ目を離さなかったりとか、注意深く見たりとか、可愛がると思うんですよね。特にその預かってるお金とかっていう部分に関しても、何でも使ってるんや、ぽい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 とかって、会社の経費とかでも使っているとさ、やっぱりその会社を所有している、まあ、社長とか、例えば大企業だったら株主とかからすると、なんでそのところ使ってんだよってなるじゃないですか。うん。自分のお金も大切なんだけれども、他人のお金を大切にする人って、もう絶対お金に愛されるって思いますね。あと、例えば、私もこうサービスをしていく中で、まあ、いろんなコースがあるんですよね。で、一番高いコースとか、まあ、いろいろあるんですけれども、私が自分から営業をかけて、このコースが一番おすすめですって言ったことないんですよ。要は、
クライアントさんが選ばれる。で、例えば1回卒業してもう1回監査のコースを受けたいって、で、そういう時にもその方にとっていやそれだったらこっちのコースの方がいいんじゃないって言って、そのコースよりリーズナブルなコースをまあお伝えしたりですとか、うん、お金を払って来なくてもあなただったらここで十分間に合うわよとかさ、うん、でそうやって自分の利益のためだけを考えたら高い金額をさ払ってくれた方が利益は増えるわけじゃないですか。でもその他人のお金も大切だから、ちゃんと必要か不要かっていうのを私目線でお伝えすることができる。美容医療とかでも本当は別にする必要じゃないのに、その悪徳だったら例えば5万のキャッチコピーに釣られてそのクリニックに行ったら見積もり出してもらったら5万から90万に跳ね上がったとかって、それでも完全にさ、まあ、あなたはここもやりましょう、ここもやりましょう、ここもおかしいですっていう、もうそうやってどんどんと付け出した結果の90万ですね、そのカウンセリングリームから返してくれないっていう悪徳な美容クリニックとかもあるんですよね、実際ね。うん、私はそういうことを経験したことないんだけど聞いたりよくします。はい、お金っていうのをなんかそのあればあるだけ、この人あるからじゃあたくさん使ってもらおうって、自分のお金も大切、他人のお金も大切っていう意識が働いていると、お金ってさみんな友達じゃないですか。日本で言ったら1円玉も5円玉も10円玉も50円玉も1万円札もみんなファミリーじゃない。だからやっぱりさ、丸々さんのところってなんかみんなに平等にさ、自分が所有してるお金だけじゃなくみんなにも自由にしてくれるねって、すごく愛があるよねって、そう思ってもらえた方が良くないですか。私のお金とか他人のお金とかっていう、そういう分離した考えではなくて、みんな豊かにその人の器に応じたお金っていうのが流れてね、こう循環してっていますから、自分のそのキャパシティっていうのをね、愛の器を広げれば広げるほど豊かさのエネルギーがどんどんとね拡大反映していくかなって私は思っているし、実際私自身もそういう人でありたいなって思います。なんか自分のお金だからケチるとか、そういう人間性は私自身はあんまりかな皆さんどうでしょうか。売れっ子のキャバ嬢さんとかでもインタビュー見てると、普段はすごいお客さんがたくさんそのシャンパンとか開けてくれるけれども、今日はここでやめとこうよとかって言って、売れっ子キャバ嬢さんほどまたじゃあ次ねみたいな感じでステイさせるとかって聞いたりもしますし、うん、でも確かにそうだよね。なんか男の人もあ、なんか払おうと思ってるのに俺のお金を守ってくれてるんだと思ったらやっぱ嬉しいと思うから、よしまた行こうとかってなるんじゃないのかなって、はい、思いました。自分だけっていう概念ってすごく小さいと思う。例えば自分が住んでいないエリアだったらゴミが落ちててもいいとか、日本だけが良かったらいいとか、そういう概念ってすごいスモールだと思うんですよ。でもみんながさ、例えば日本だけじゃなくても、もういろんな地域の人たちがやっぱみんな笑顔の方がどうですか、幸せじゃない、自分自身が。愛の器ってなんか自分だけが良かったらいいとかじゃなくて、それぞれが豊かに幸せになってそれが反映していくっていう、そういうマインドセットが自分の中にねある方が私はすごいハッピーだし、私だけが勝ちたいとか、私だけが幸せでいたい、私だけが特別でいたいっていう、そういうスモールな人って超有限世界だなと思うんですよね。今月も無限世界で全部叶えるっていうアンリミテッドっていう 2days のセミナーをさせていただいておりました。そこでもね、この無限思考とか有限思考とか、私がよくお話をするこの無限世界を伝えたいんですよ。みんなに無限世界を伝えたいと思ってね、今日は一部っていうのをね軽くお話をさせていただきましたが、皆さんはどう感じられましたでしょうか。それは理想ですよとか、いやそういう余裕ないですとかってあるかもしれません、中にはね。でもお金がなくても豊かだなっていう気持ちはさ持つことはできません。だって生きてるっていうことがもう豊かでしかなくない。今私はこうして YouTube 見てるとかさ、こういうポジティブな YouTube に触れていることすらももう豊かすぎると思うし、自分で言っちゃうけど、うん、だからね、もうとにもかくにもあなたは豊かなんだから、
その豊かさを自分で大切にして、他人の豊かさも大切にできる、やっぱその思いやりの精神を持つことで、感謝と愛のエネルギーがふわーってこう広がってね、絶対に絶対に絶対に巡り巡ってくれますから、まあ、信じていただけたらなと思います。はい、それでは、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よかったらご感想をこのコメント欄に書いてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。みんな豊かになるよなるよなるよはい、ということで YouTube はここまでとなります。私は普段大人のための恋愛と婚活のスクールを運営しております。今がどんなに崖っぷちであったとしても、男性は恋愛に自信がなくても、今何歳であったとしても、愛も富も美も手にして、エネルギーと宇宙を味方につけ、人生を必ず上昇させることができる、そんな世界をあなたにも実感していただきたいので、ぜひ私と公式 LINE のお友達になってください。お友達になっていただきますと、 LINE 限定特典動画やテキストを2点学ぶことができます。知っておいた方がいい新常識をぜひこの機会にインストールしてみてください。私たちは夢を叶えるために、幸せになるために、喜びを分かち合うために生まれてきたわけなんですよ。辛さや悲しみやいろんな感情、嬉しさとか感動とかいろいろある、それが魂の喜び、ワクワクということでですね、いろんなワクワクを楽しみながら毎日笑顔で明るい波動を飛ばしていきましょう。やっぱり自分の思いや心の状態を明るく、自分のことを愛して、自分を信じて、できるできる絶対できまーすの世界でですね、何でもできるんだから、楽しくまずは自分を信じてみること、とにかくあなたはできるはい、ということでですね、私の動画面白いぞと思ってくださった方、いいねボタンとコメントとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。